はい、皆さんありがとうございます、ラーメン社長です。今日ご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、急遽私の知人のですねワイルドラーメンという高田馬場のお店がですね先週かなヤフーニュースに載ったということで話題になってるんですよ。ですんでそれでね急遽その友達とですね連絡を取って、どうなのって聞いたら、いやーさん大変なことになってるよっていうことだったんで、ね、ちょっと行くって言ってね、ちょっとこれから行ってきたいななんて思います。行ってきます。すいません、肉って見ますか、まあ、チャーシュー麺専門店なんでね、ああいう看板でドターンと目立たせるって感じなんですけどもね、じゃあぜひ早速ちょっとお邪魔したいと思います。あ、今日はもう完売です。いただきます。ワイルドラーメンのやっている店主ですよね、はい、店主さんということで、よろしくお願いします、はい、ビビりましたね、はい、ヤフーニュースには。いやまさかヤフーニュースに載るとは。しかも上の方でしたから、ね、ですがね、はい、僕が見た時キムタクの上にやりましたからね、はい、これもあれも見た時僕やばいなと思って、全然あれですか、やっぱり影響ありまして特集で3ページでですよね、はい、そう、普通のサイトウェブ系の3ページっていうと、まあ、今回ワイルドラーメンでお肉専門のラーメン屋っていうことだったら、うん、普通はプラス肉丼専門店とか 3つぐらいの ね、お店をこう分けて3ページぐらいにして、はい、で今こういった肉料理がっていうような締めにするんですけど、はい、今回ワイルドラーメンだけで3ページでコメントも125とかでバーッとあって、普通だと大体60杯いっても70杯なんですけど、記事に載ってからは、まあ、80杯、90杯、まあ、1.5 倍までいかなくても、ね、はい、連日完売、ね、完売ですよね、はい、だって僕が来た時もちょうどこの看板がもうそうですよ、だったからあ、やばい食べれないと思ったら、まあね、1枚だけあったってことは良かったですけど、ここまで来るとは思ってなかったので、いや1人で100近く、しかも肉焼いてますからね、はい、すごいっすよ、僕でしょ、考えないよ、すごい常連のお客様にはちょっと迷惑をかけて、例えば、まあ、新年初ラーメンとか、初ラーメン、まあ、お挨拶できなかったのは、そうですよね、はい、まあ、ここまで来るのにやっぱり3年もかかったので、そうですよね、はい、でもね、この3年前からオープンして、まあ、たまにね、お邪魔させてもらっているとその肉マイレージを始めたりとか、はい、いろんなことをね、やってきますよね、うん、そういったことを、まあ、日々やっていかないと、うん、お客様飽きてしまう、そうですね、はい、やっぱ肉をメインにしてたお店だったので、うん、まあ、その食楽ベイブさんもちょっと取材してみようと、うん、ですね、うん、しかも美味しいですからね、はい、本当美味しいですもんね、はい、取材来る時って事前に食べたりしてると思うんで、こっそりと、なるほど、もしかしたら、はい、でそれでいけるかなっていうところでね、あと企画書書いてっていうような、多分数ヶ月前に多分食べに来てると思うんですよ、なるほど、うん、っていうふうに前も記者の人が聞いたんで、あ、食べて、確かに取材は怖いから、うん、美味しくなかったらそこでいけないし、あと店主さんもなんかすごい、うん、変な人だったら、うんうん、それ取材行っても意味ないから、はい、事前に行って大抵はその断りなく食べて、うん、様子を見て、うん、で OK だと思ったら企画書を上げて、でそれ で初めて企画が OK になったら来るっていう、はい、そんなことを言ってましたんで、多分事前に来てます。これからねこれをこう上げていくってところは努力も多分されると思うので、はい、これを機にねまた、はい、お体気をつけて、ありがとうございます今日すいません忙しい、とんでもないです、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、どうも、はい、はい、行ってまいりました。もう僕が行った時はもうギリギリもう肉切れましたっていうね看板を下げたところにちょうど僕が行った形で、何とかね1枚だけありつけた形だったんですけども、とても美味しくいただきました。まあ、彼もね言ってましたけども、お店ってお客さん欲しいんですけども、やっぱり急に来られるとそれはオペレーションがねやっぱり崩れてしまって、だと、まあ、もちろんね売り上げが上がるんで嬉しいんですけども、まあ、それに伴って一番誰に迷惑かっていうとやっぱり常連さんなんですよね。常連さんっていうのはね雑誌に載ろうがヤフースイーツに載ろうが乗る前がずっと来てくれていて、一番お店をね土台となって大切にしなくちゃいけないところなんですけども、まあ、そういうお客さんをないがしろにしてしまいざるを得ないっていうのがね、やっぱりああいう形でマスコミに乗った時の弊害ではあるなと思うんですね。で、まあ、彼もねやっぱりその辺は分かってる職人さんなんで、まあ、一番そこをね心苦しいというような話をしておりました。まあ、でもねやっぱりねそこを固めながらもやっぱり新しいお客さんっていうものをここから新規で上げていくっていうのもこれね我々飲食店の責務かなと思いますんで、まあ、彼もねここからそれにチャレンジして、ますます頑張っていくんだろうなというような印象を受けました。まあ、ぜひですね高田馬場近くに来たらですねヤフーラーメン、ワイルドラーメン
ラーメンじゃねえや、ワイルドラーメンね、とってもねトロトロなの炙り出しチャーシュー、ね、が食べれますんで、ぜひですね、とても美味しいと思ってもらえると思います。はい、今日はどうもありがとうございました。そんな形の、緊急でしたけども、ヤフーニュースに載ったということで、ワイルドラーメンさんに行ってきました。はい、ではまた次回もよろしくお願いします。ではさよなら。